さあ頂点をかけて戦います。決勝のキックオフ、通った、中央にいるぞ、ダイレクト、うーんと決められない。いい形で左サイドから攻めていきました。いや、いい形でしたよね。このパスは通らない。うん、後ろからのマーク、競り合った、カメラさん、ホーム側なんですけどサイドを指差して叫んでました。やはり動きが中央に偏りすぎてるのを気にしてるようですね。ああ、なるほど。左サイド、左から攻めていきます。ここからどうする、まだ上がっていきます。頭でクリアします。読まれました。前、おお、タックルに行った、クロス低い、これは合いません。ヘッドで競る、左方向へのクロスだったんですが、ここでは合わせられません。ちょっときついですよね。縦に出す、だんだんとこうチャンスエリアに差し掛かるところでうまくいかないというケースが多くなっていませんか。まあそこまで持っていく回数が多いということもありますしね。そこからどうするかでしょうね。狙った、強すぎたんでしょうか。さあ北澤さん、今のシュートなんですが、やや遠いところから打ってますね。そうですね。しかし今のなんかはね、一回向かい渡してからでもよかったかもしれませんね。マクレスターシー、このチャンスからゴールには至っていません。いいマークですよ。30分を回りました。送ってきた、行くか、クリアです。しかし展開しても中にしっかりと入ってきてますよね。右に出して、長すぎました。競り合った、これは合いませんでした。右へ出した、うわー、踏みだ。さあこの選手に渡っている、合わせてくるか、行ったか、しかしすごいシュートでしたね。いいシュートでしたよ。放送席、カビラさん。はい、岩本さん。ロスタイムが2分です。ここで前半終了のホイッスルです。さあ北澤さん、前半を終了して無得点のままですがどうでしょう。そうですね、一瞬これはっていうところもありましたけどもね、後半に行きたいです。ありがとうございます。それではこのハーフ少し振り返ってみますが、試合が始まってすぐマクレスターシード、綺麗にボレーを合わせてきました。ええ、そうですね、まあ外れてしまいましたけど。さあ後半に入ります。エンドが変わりまして、向かって右側がマクレスターシード、左側がネオキャステン、左から上がっていった。さあ競っていく、さあチャンスになる、うん、いいですね。縦にボールが出ました。おっと、右へ出す、ダイレクトで出す、右へ出した、左へ出した、激しいチェックに行きます。チェックが効いていました。いいタイミングで出ましたよ。そうですね、さあカウンター、おっといい展開ですね。入った、後半15、シード先制、素晴らしいゴール、ゴールネットの左隅を揺らしています。巻いてますね、
サポーター左に送って詰め寄られました。壁を使います。ここで笛です。やはり抜けるとチャンスになるところですからね。前に送る、通りません。前、おっとこれは激しいタックルです。審判が急いで向かいます。オフサイドでしたね。いやよく見ると最終ラインがねコントロールされてますよ。ちょっと空中での競り合い、カメラさん。はいどうぞ岩本さん。アウェイ側なんですけど選手にアップの指示が出てますね。誰か変わるかもしれませんよ。そうですか。どうやらベンチに動きが見られるようです。あとホイッスルがありました。フリーキックになります。強い、いいクロスだ。追いつけるか。ここを外した。ネオキャステン、クロスから頭で合わせました。そうですね、素晴らしい形作りましたね。マクレスターシード、今のところ1点リード。この辺から少しずつ中盤の勝負で押されてきているように見えるんですが。そうですね、そんな流れになってますね。さあいけるか。ここはクリアします。さあ絶好の位置でスローインです。中へ入れてくる、弾いた、回します。後ろからのマーク、競り合った、大事なところ、中へ入れていきません。前に送っていい攻撃だ。おっと上になりました。オフサイドですね。はい、フラッグが回っています。オフサイドです。詰め寄られた、一気に出される、これが繋がらない。素晴らしいディフェンス、ヘッド、守りが固い。マクレスターシード優勝です。イングランドカップの王座に輝きました。さて北澤さん、はい、試合の総括をしていただきたいんですが、いかがでしたか。そうですね、マクレスターシードとしては非常に前向きでしたよね。そういうところが結果に結びついたんだと思いますよ。全体の調子も良さそうですね。うん、そうですね。では本日の試合内容を振り返ってみます。前半4分、マクレスターシード、うまくボレーで合わせるシーンがありました。はい、得点には至らなかったんですけど、場所としては申し分ないとこでしたからね。打った選手にとっては残念でしょう。そして今日のポイントとなった場面、後半15分。ああ今出ていますね。いやー見事なミドルシュートを決めましたね。選手たちが今スタンドにいるサポーターに対して挨拶をするシーンが見えました。さあスタジアムの様子ですが、あ選手たちがスタンドへ向け一斉に飛び出していきました。ここへ連れてきてくれたことにサポーターも感謝しているんでしょうね。ねえ本当ですよね。さて放送時間が少なくなってまいりました。大会優勝の様子をご覧いただきながらお別れとなります。ご覧いただきましたように決勝戦の結果は1対0、マクレスターシード見事優勝を決めています。今日の解説は北澤剛さんでした。次回の試合を皆さんお楽しみに。ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。Thank you.